ジャバーベ、ヤタビオでございます。台湾の SNS を見ると、よく目にするのが1450という数字。これが民進党支持者のネット民を指すことを知っている人はいるでしょうけれども、ではなぜ1450という数字が民進党ネット民を指すのか、その由来まで答えられる日本人はそれほど多くないのではないでしょうか。早速答えを述べると、日本の農林水産省に相当する農業委員会が2019年3月に編成した予算1450万元、約6000万円弱がネットに出回るデマや偽情報を正す人4名を雇うために組み込まれたことに由来しております。何をもって情報を偽物と判断するかができない状態、政府に不利な情報を打ち消そうとする動きに対して、このような予算を組むことは税金を使って与党民進党を擁護することにつながると判断され、予算額の1450万元の数字を用いて民進党を擁護するネット民を揶揄するようになったのが由来とされております。民進党を擁護するネット民は報酬など受け取らずに活動しているのが実態なのですが、1450という単語を使って民進党を叩こうとする人たちは中国の五毛党になぞらえて、これらネット民を民進党ネット軍、民進党ネットアーミーという言葉で1450を使っているのが特徴です。つまりは民進党がやっていることは中国共産党の五毛党のようにお金を使って政府批判をする投稿に反論しているというイメージを植え付けようとしているのです。はい、本日は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。